今日は忘年会ということで、はい、はい、ありがとうございます。なんか忘年会って言っても初めて会う人もほとんど。そうっすね。でもありがたいです、こうやって場を設けてくれて。はい、めっちゃ面倒くさかった。乾杯。乾杯。それ狙いなの？いや、全然たまたまここ跳ねてる。僕のことってどう思ってました？皆さん本気でやってるというのは分かっていて、僕も本気だから本気で使ったというか、絶対僕のこと嫌なやつと思ってましたよね。絶対僕のこと嫌なやつと思ってましたよね。私はまああの LINE とかもあって、でもこの時の楽しさを知っちゃってるから、あ、ありがとうございます。切ってもらった。あ、そうですね。はい、失礼します。失礼します。成沢さん、どうですか？うちの制作陣、めっちゃ地味じゃないですか？全然僕何も言ってないのに、なんかそれ誘導するんですか？さっきも来る時に、成沢さん、今日は楽しんでくださいね。つまんない奴らですけど。言ってましたよ。あ、いいですか？はい。タコさんウィンナー。やみつきピーマン。シソチーズハムカツ2つ。シソチーズハムカツ2つ。乾杯しますか。じゃあここはビデオさんが今度。乾杯。乾杯。乾杯。これめっちゃ美味しいですね、やっぱ。美味しいです。でも料理が来たらね、多分確かに確かに、なんかちっちゃい音楽流しますか？ちょっと著作権フリーの大丈夫です。いやでも初めてですもんね、こういうのは。うん、で、お三方は、お三方仕事に対して一番求めているものなんですか？面白いって言われることですか？一番のやつ、特に YouTube とかってコメントで、はい、あ、はいはいはい、はい、この動画面白いっていう、はい、コメントとかあると、もうちょいちょいいいものしてる。あ、なるほどなるほど。どうですか？でもほぼ同じな気はしてますね。あ、お給料も多分それよりも多分面白いもの作るの方が多分ベクトル7、3ぐらいなのかなって思ってます。へえ。私は楽しければいいなっていう感じです。給料どんどん過ぎですか？給料よりは辛くない方がいいです。あー、なるほど。中尾さんのホワイトブラック合わせての推し誰だと思いますか？それち気になります。僕、分かっちゃいました。誰ですか？花。知ってるじゃないですか。それは花に失礼ですよ。いや、確かに。本気で当てにいっていいですか？はい。ライト。王子、王子とかですかね、やっぱり。あー、浅いね、やっぱり。浅いですか？浅いですか？浅い。それ王子に言われるわけですか？それ、どうなんですか？私2人ですね。2人いるんだよ。ブラックとホワイトに。ブラックとホワイトで言うと1人ですね。あ、志村社長とかですか？正解です。あ、そういうことだ。やっぱ王子っす。やっぱそうですよね。
王子はちなみにどの辺が。王子なんかカメラにもアピールしてくるじゃないですか。ああ、あれ可愛いらしいですよね。なるほど。あざと可愛いらしいなって。花じゃなくて。これ醤油。これじゃないですか。お刺身いけるんですか。あ、ごめんなさい、違いました。これです。うまっ。うまっ。レンジャン。いいですか。ブラックの。なんか馬あるじゃないですか、そのロゴみたいな、はい、あれはレンさんを連想して馬なんですか。違うんですけど、僕はいつもやっぱここの代表は自分の銅像を立ててるよなっていういじりをしてます。いや、でもそれ僕一個気づいたんですけど、店内にその馬と鹿あるじゃないですか。はい、馬と鹿でバカなの。はい、それ狙いなんですか。いや、全然たまたまです。マジでたまたまです。たまたま。何をコンセプトバカになるよとか。そういうことになるよ。せっかくなんで、ゆうきさんに聞きたい。一個気になったことあるんですけど、聞いていいですか。動画編集してるときに、めっちゃ思うことがあって、ここハゲてますか。そうなんですよ。極力そのハゲてるところはやっぱそっちに目線いっちゃうから、やめよう。いや、ブルーですよね、動画が。動画ブルーですから。そこじゃないです、全然。フォローじゃない、フォローじゃない、全然フォローじゃなくて。動画ブレちゃうから、そこはストレスか。いや、そんな感じのことないのかなと思います。いや、なん弱いんですよ、ゆうきは。いや、もうあの多分根性叩きなさい。いや、だいぶ叩いてると思う。僕のことってどう思ってました、皆さん。僕、極論すぎになって思っちゃってました。あ、僕ですか。はい、うわ。それこそ行き過ぎてないかな、すごい全部行き過ぎてるんじゃないかなと、従業員も厳しいからやめちゃうよねみたいな。僕だったらやめちゃうから、うん、なんかそこ不安にもなるし、怖いし、変な人だなっていうか、その曲のだなって。でもそれ訳すると変な人。いやでもなんかそれマイナスもあるし、みたいな。どうぞ。一回だけ会ったことあるんです、この人と。多分僕のその初めて会った時に、絶対僕のこと嫌なやつと思ってましたよねって言われたのを覚えてます。ですよね。そんなことしたの。応援をしてました。実際初めて会った時はもう本当感動しました。あの人 YouTube のカリカリだろうって。 YouTube のカリカリだろうって。何したっけ、僕が多分花の動画の時に書いた時ってグループラインって皆さん入ってましたっけ。ああ、はい。こんばんは。どこ行くんすか、そんなお荷物持って。ちょっと待ってよ、俺もそっちやねん。早い、歩くのも早い、みんな。あれは本当に素直に思ったことを書いたんですよ、僕は。言ってしまえばもうそれを送ってしまったがゆえにビビってるんじゃないかっていう二次災害が意識してた。あ、ビビってるとかじゃなくて、はい、なんだよこいつめんどくせえなって思われちゃってるかなと思いました。あ、僕は誰かが面白くないって言われたらそれは面白くないんだって認識しなきゃいけないから、それは大事なことです。あ、中尾さんどうですか。私はまあめんどくさいやつだったんで。いや、撮ってない分まだ許せたんですけど、あ、なんか言ってんなぐらいで分かったんですけど、尾藤さんの立場だと、本当にふざけんなって多分言ってたと思う。これね、皆さん本気でやってるというのは分かってて、僕も本気だから、本気で使ったというか、あそこでもし僕は修正箇所ないです、楽しかったですみたいに言ってたら、自分の中に気持ちに嘘ついちゃうから、相手に嫌われてももうバンって言おうと思って、まあ、あんな人嫌われるんだろうなって思いましたけど。でも、根はいいやつなんです、実は。中尾さんはもう見た目全部言ってたんですよ。いや、俺
いやいや、あるじゃん、絶対まだあるじゃん。まあ、一個言うな、はい、コメントもちょっと強めの欲しいですよ。あ、なるほど。どういう時のですか。インタビューで肝となるコメントになる時あるじゃないですか。結構それがずっと長く緩いコメントが多くて。なるほどね。僕ね、ちょっと編集に頼っちゃってますね。いいとこ使ってくれるから。そう。あれ見てるの嫌なんですよ。編集で面白くするのが仕事なのでね。そう思うんですけど。それでどう、はい、一個来たんですけど。マクロ大会なんですよ。だから言える話。誰かに説教するとか、その時よりそのご自身の話を盛り込んで、俺はここまでやったけど、お前まだこんなもんじゃん、だから頑張れよっていう話結構されるじゃないですか。なるほどね。でも極端なこと言って1億の借金があったけど、はいはいはい、あ、はい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 、あ、しますね。で、比べたら可愛いもんじゃんっていう話があったりするんですけど、なんかそのもうそこショートカットなんかいけそうな気がするんですよ。どういうことですか。先週で我々聞いたよってなるんですよ。出たきた俺が言ってても、その熱の教育をダメ出ししてるっていうことでは全然ない、はい、動画のあれとしてちょっと意見させてくださいって言われるので、いや、編集頑張ってよ。頑張ってるわい。あ、よろしくお願いします。これからもうちょっと意識します。はい。